5秒前です。4、3。おはようございます。時刻は7時を回っています。7時2分、9月11日の月曜日でございます。少し雲が出てまいりまして、パラパラっと来るかもしれませんね。東の方は明るくなっております。昨日は、大阪は非常に強い雨が降っていたようでありまして、神戸も、足元は濡れております。ちょっとベンチも濡れてますので、はい、ビニール袋を置いておりますが、ちょっとお尻が濡れておりますですね。涼しい風が吹いております。神戸の舞子公園です。後ろに見えておりますのが、ご存知、明石海峡大橋でございます。 ETC 割引で、1000円ぐらいで渡れるというところでございますね。はい。家にいた時に、朝まだ真っ黒けの毛でしたけれども、虫の音がね、もうすごいうるさいほど鳴いておりまして、ちょっと思わず庭に出て音を取ってしまいました。はい。どんな感じでしょうか。すごいでしょ。 iPhone でそのまま撮っただけなんですけれども、もう本当にうるさいほどの虫の音でございました。まあ、天禄におりましても、植え込みのところからちょっと時々スズムシとかの、声が聞こえてきたりはいたしますが、はい。神戸の西の方、垂水の自宅ではもう秋の虫が本当に、やかましいほどでございました。さて、昨日はですね、新長田で、生前ビデオのセミナー、全国ツアーのその2回目でございました。まあ、全国ツアーといいましても、1回目が淀屋橋で、昨日が新長田で、そして来週の日曜日、今度の日曜日が17日、2週目だの、毎日文化センターですね、毎日新聞の大阪本社でございます。今のところ全国ツアーで決まっているのはその3つなんですが、まあ、来月になりますと、奈良へ行ったり、はい、まあ、どこでも呼ばれたら、このようにパソコン一つあれば行けますので出かけますけれども、40人を超える、定員50人で、最初20人とか30人とかって言ってたんですが、まあ、当日参加の方もいらっしゃいまして、ちょっとあの資料が足りなかったりして申し訳ございませんでした。LINE の生前ビデオ天国からのメッセージの公式アカウントにも皆さん友達になっていただきまして、ありがとうございます。コモさんと友達になってくださいとお願いしましたところ、そうですね、半分以上の方が登録をしてくださいました。ありがとうございます。毎日文化センターの方はリモートでも参加していただけるということで、お申し込みがあるようですので、ぜひ、よろしければ概要欄に置いておりますので、お越しくださいませ。コモさんの生前ビデオにかける思いというか、こういうのが広がったらいいなと思っている、そのお話をさせていただきます。さて、皆さんは夜は昨日テレビはご覧になっておりましたでしょうか。まあ、テレビはオワコンだという方、まあ、そういうのがかっこいいと思って言ってはるんですかね。まあ、私はあんまり見ませんけど、せっかくね、受信料は納めてるとはいうものの、ただで見られるもんなので、それをあえてあえて見ないということを私はいたしません。はい。NHK でラグビーを見るのか、それとも、4チャンネル TBS 系列でドラマ「ビバン別版を見るのかということで悩まれた方も多いかと思います。 TBS はラグビーに取られまいと、ドラマが始まる前に生放送でいろいろとネタバレギリギリのところを、主演の酒井さんはじめですね、豪華なメンバーを揃えまして生放送をしておりました。そこから始まる、ドラマでございました。まあ、あのゲーム展開がね、ラグビーのゲーム展開が、まあ、日本前半終わったところで
これは今日は勝てるなという感じでしたので、そういう意味では視聴者ファーストで考えると両方のチャンネルを見るのにびっくりするほどいい展開でございました。コモさん、まず大河ドラマの大好きなうちの母親に今日はないからねと言って、ラグビーというのは15人ずつでやるんだよということから、今イエローカードが出て1人減ってるんやでとか、そういうちょうどルールの説明を母親にしてる最中に点が入りましてですね、大事なとこ見られへんやんと思いながら、で、まあ、前半でリードをしておりました。結果ご存知のように42対12というのでチリに大勝いたしました。もともと世界ランキングで言いますと、格下ということになるそうなんですけれど、とてもまあいいゲームだったと思います。はい、リッチマイケルは次の試合に向けて、ふんどし締め直さなあかんみたいなことは言っておりましたけれども、で、前半終わって後半を見る前にTBS を見ますと、生放送やってるなと、9時半からか、まだ時間あんねんなと思ってチャンネルを行ったり来たりしておりました。うん、そしてですね、後半が始まったわけですが、もうここは多分勝つだろうというので、で4チャンネルにもう変えました。なのでVIVANT の第9話全10話の最終回が来週ということになりますね。いろんな伏線が回収されていくっていうところを見ました。まだご覧になってない方もいらっしゃるので細かい内容は差し控えますが、ネットニュースを見ますとジャニーズで一色ブワーッと記事があった、そこに VIVANT とヤフーニュース見ましたら、もう半分は大げさですかね、3割4割ぐらいVIVANT関係の、記事とも言えない番組でこんなことを言ってたという、もうこたつに失礼なこたつ記事が並んでおりましたけれども、面白いドラマだと思いますし、当初僕立ち遅れてましたんで、後半になってから見始めて1話2話3話を後から TVer で見た方なので、ちょっと乗り遅れてる感はあったんですけれど、そこまでみんなで VIVANT って言わなくてもっていう感じではありますね。ネットニュースの盛り上がり方を見ておりますと、その人民が熱狂するっていうのは非常に恐ろしいことだということから考えますと、って思ってはいますが、ドラマとしては面白くて、でこういうドラマはなんか後半やっぱりCM が予算入るんですよ。1話1億円かけてるというモンゴルロケもした、対策でありますんで、しっかり CM も見てもらわんとあかんわけですが、引き込もうと最初の方は結構2、30分浜村さんの番組じゃないですけれど CM がなかなか入らないと、で一区切りついたところでこの放送はスバルとって、はい、アイサイトのコマーシャルのやつですね、スバルとってなったところでチャンネルを1に変えましたNHK に変えました。いやそりゃそうだと思いますわ。多分今日噴景というですね、視聴率を1分単位で出してくるっていうのに、テレビ各局は一喜一憂するわけでありまして、裏番組をやってた日テレとか富士とかテレビ朝日はもう多分諦めてると思うんですけど、 NHK と TBS のですね視聴率が出てまいります。それは多分ねめちゃくちゃガクンと落ちてると思いますよ。だから特に普通はCM の並びの中で番組に直結してるところが美味しいわけですけれど、そうじゃなくって、戻ってくるところの方がドラマに戻ろうと思ってチャンネル変えてきはる人の方がきっと多いでしょうね。だからスバルだったのかどうなのかも知りませんけれど、提供クレジットがあって最初の CM っていうのは
おそらく見られてないだろうなと。みんなラグビーが気になって一旦 NHK 総合にチャンネルを変えたんではないかなと思います。もうスポンサーさんも、もうイカレこれですよね、こんなもんね。だと思いますね。で、まあ行ったり来たりいたしまして、そんなんしてる間に、ああもう日本勝っちゃったんだなということでございました。 VIVAN の方は、まあ、最終話で回収される伏線、あるいはまだ出てきていない役者さんがいるだのどうだのっていう、まあ、そのなんか外野でどうのこうの言ってんのはね、僕はまあんまり好きじゃなくて、自分で好きなように見られたらええので、なんかああいう記事は僕の中では雑音なんですけれど。そして昼間はサンテレビでやったのかな、どうでしたっけ。そうですよね、はい。ラジオは ABC フレッシュアップベースボール、 NBS は競馬中継をやらんといけませんので、それを聞きながら家に帰りまして、で、阪神タイガース5対1で勝ちました。なんとマジック5ですから、なんかこのまま行きますと15日の広島戦が、広島テレビでの中継はあるんだけど関西での地上波のテレビ放送がないっていうことなんで、広島テレビはどこ系ですか。 RCC がJNN で、広島ホームテレビとかいくつかありますよね、まあまあもし優勝する可能性があればこちらでも緊急放送みたいなことになるのかもしれませんけれどもね、いよいよあれが近づいております。さて、それでは今日は新聞休刊日ですので、新聞はございませんけれど、コモさんは、諦めずにですね、ショーマストゴーオンはジャニーさんの話でありますけれども、私といたしましてはニュースマストゴーオンでございます。はい、ニュースは眠りませんので、新聞配達の人たちには今日はお休みをいただきまして、コモさんは朝刊チェックを続けてまいります。では G7 のニュースを中心に、岸田内閣、岸田政権のええ加減ぶりということについて今日はお話をしてまいりましょう。朝刊チェックヘッドラインです。おっと、こっちじゃないですね、こちらでございます。朝刊チェックヘッドラインです。G20 に出席するため、腹心の木原官房副長官についてきてもらっている岸田総理大臣は、来るべき解散総選挙で負けないようにさまざまな策を弄しています。読売新聞など、大本営発表を垂れ流すメディアの情報をそのままお伝えしますので、どうぞ脳内変換をしてお聞きください。G20 に出席した岸田総理大臣は、福島第一原発事故の汚染処理水海洋放出について、プロセスが透明性の高いものだと評価を得て理解が一層広まったと述べました。また中国の李首相との立ち話では言い出せなかった中国の水産物全面禁輸については即時撤廃を求めると強がりを言っていました。G20 に出席した岸田総理大臣はニューデリーで韓国のユン大統領と会談しました。日中韓での対話を支持すると固い握手をしました。2人が会って話すのはもう今年6回目です。つい先日アメリカのバイデン大統領に呼ばれて向こうで会ったばかりで、私と妻よりも2人の会話は多くなっています。G20 に出席している岸田総理大臣は、帰国後に行う内閣改造人事が気になって会議の中身が頭に入っていなかったものとみられますが、解散も近いので西村経済産業大臣や高市経済安全保障大臣を続投させるほか、
ワクチンの運び屋として責任を一切取っていない河野デジタル大臣まで続投する案が浮上しているということです。どこが内閣改造なのでしょうか。 G20 に出席している岸田総理大臣は解散を前に人気取りのため内閣改造後物価高から国民を守る総合経済対策を打ち出すとしました。毎年行っている補正予算にポジティブなイメージをつけようとしているようです。アエラドットは内閣改造に続く解散総選挙に向けて木原官房副長官留任説を流しています。岸田総理大臣はなぜ木原がこんなに叩かれなきゃいかんのだ、警察も白と言っているのではないかと裸の王様状態です。岸田さん、裸になって乳首を出すと YouTube ではバンされます。最後にジャニーズ事務所の記者会見を受けてニュースやワイドショーのキャスターが言える範囲の中でなんとか様子を見ながらごめんなさいと言っているこの状態の中、日刊現代は東山紀之ジャニーズ新社長に牧瀬里穂さんとの同性情報をぶつけた記者が東さんに恫喝された様子を伝えています。人間の性根というのはそんなに簡単に変わるものではないと思います。以上9月11日の朝刊チェックヘッドラインでございました。時刻は7時19分となっております。はい、はい、ちょっと大きな音になってびっくりしたかもしれません。相変わらずの曇り空でございます。さて現在は何人ぐらいの方にご覧いただいておりますでしょうか。全世界で557億人の方にご覧いただいております。ありがとうございます。ポチッと高評価が127となっております。皆さんに高評価をしていただきますと、あ、コモさんが朝刊チェックを始めているんだと、より多くの方に知らせていただけるということでございますので、忘れずに高評価をお願いいたします。ありがとうございます。はい、ゆうはさん、ゆりやんさん、ポチッとありがとうございます。さて、岸田総理大臣、今日帰ってまいります。13日に内閣改造という線になりそうですね。国民民主党の玉木さん、昨日 のプライムニュースでしたっけ、朝のフジテレビの番組に出まして、もし入閣を要請されたら何大臣がいいですかと、まあまあしょうもない質問なんですけど、それに対して、入るなら総理大臣と言って周りを凍らせてしまったようですが、どうも国民民主党との連立というのは今回は見送りと。ただまあすぐ近いところに内閣改造の後解散総選挙があるというふうに見られておりますので、まあ、その選挙次第ではどうなるのか、第二自民党の日本維新の会、第三自民党の国民民主党、体制翼賛体制というのが今作られようとしているという感じですね。で、いくつかの発言をインドでしておりまして、それを大本営発表、帝国陸海軍はっていう、そんな感じで伝えているメディア、そのまま読みますので、どうぞ皆さん脳内で変換をしてくださいませ。まず福島第一原発事故の汚染処理水海洋放出につきまして、岸田さんはインドでこう言っております。プロセスが透明性の高いものだと評価を得て、理解が一層広まったというふうに述べております。まあ、そら日本からお金もらいたいところとか言うても、インド太平洋って言いますけど、福島の沖で流したものがインドへ流れてくることを思ったら何年かかんねんちゅう話ですから、その間には薄まってるでしょうしね、G20 の中ではああそうですかっていうだけのところもそら多いでしょう。そらそうですわね。まあ、何よりインドの川はね、ゴミだけじゃなくって
人間の遺体をそのまま流す、まあ、それはあのインドの文化ですから、別にその民度がどうのということではなくって、そんなガンジス川が流れていたりいたしますので、まあまあ、はい、ああそうですかっていうだけのことなんだと思います。で、まあ普通ね、普通これ岸田さんがそう言ってるっていうんやったら、それを聞いた G20 の他の首脳たち、あるいは政府の偉いさんたちが、その岸田さんの話をちゃんと聞いてたんですかと。ね、そうでしょ。で、それに本当に理解したんですかという、それと対になって伝えられないといかんということで、岸田総理大臣が G20 を終えて、で、帰国前に記者会見をすると、こんな話しますというのをペーパーで記者たちはもらっていて、でそれをそのまま流すんだったら別に同行記者いらんわけでありまして、まあほんまにこう本当にこの大本営発表なんですよね。あ、ちょっと明かりが見えてきましたかね。はい、孫文記念館でございまして、その向こうにお日さんがちょっと見えてまいりました。日本の夜明けが近いのでしょうか、それともこの後また、雲が出てきて大雨降っていくんでしょうかね。どうなんですかね。いや、まあ汚染水と呼ぶのか処理水と呼ぶのか、それぞれお考えはあろうかと思いますけれど、まあまあ、あんまり皆さんこんなニュース意識してへんかもしれませんけど、まあ、岸田さんがそう言うたっていうだけの話、警察庁長官が事件性はないと言っているというだけの話、真実はまた別、そこがね、国民に分かっているかどうかですよね。偉いさんが言い張ったら、はい、そうですねということになんのかどうかというところですわな。日本の国民の民度の問題ですよね。おっと、ちょっと雲が出て、姿は見えませんが、神戸空港から出た飛行機が今、はい、明石海峡橋の上空を通っていってるところでございます。フライトレーダーを見ましたら、スカイマークの飛行機なのかどれなのかよく分かりますが、はい、さて続きまして、G20 に出席した岸田総理大臣、まあまあ全部その見出しがつくんですけれどもね、韓国のユン大統領と会談いたしました。日中韓3カ国の首脳会談というのを、まあ、年内にもソウルで開こうという話がありますので、その立場を支持しますと、日中韓で対話をしていきましょう、まあ、アメリカからも言われているんでしょうね。はい、戦うところは戦うけど、そうでないところは仲良しなさいよというふうにアメリカの国益に沿ってそう言われておりますので、日本も韓国も、はい、そうでございますと、3カ国の対話プロセスは続けていきましょう、頑張って調整してくださいねというお話をしたわけであります。まあ、それにしてもですね、ちょっと会いすぎじゃないですか。いや、いいんですよ。僕はまあ韓国とも中国とも仲良したらいい派なんで、県中県韓の人が中国人はとか韓国人は朝鮮人はっていうのが大嫌いな、人間ですので、仲良したらええと思ってるんですけど、それにしても仲良すぎますよね。今年に入ってもう6回ですって。まだ相撲も4回しかやってないですけどね。違うか、そうですよね。正月場所ね、で春場所、5月場所、名古屋場所ですもんね。まだ秋場所やってないですもんね。相撲が本場所年に6回ですから、
もう9月の10日までで、9月のまだ初旬で、もう6回も大手張るそうです。ついこの間アメリカで、キャンプデイビッドでバイデンさんと3人で会ったところですね。もう明らかに、まあ、昨日はちゃんと家帰りましてちゃんと床の上じゃなくてベッドの上で寝て、晩ご飯も朝ご飯も、はい、うちの奥さんの作ってくれたやつを食べて出てまいりましたけれども、あの確実に我が夫婦間の会話よりも、自慢することじゃないですが、岸田さんと韓国のユン大統領の対話の方が会話の量が多いということが今ここで分かりましたですね。あの会話の量と仲良いやってるかどうかっていうのはまた別の話でございますので、皆様あのそんなにご心配いただかなくても結構でございますが、もうだからもうほんま外遊ばっかりやってますよね。ねえ、内遊外観っていう言葉がありますが、外遊はしてますが、まあ、内遊はもうその 字が違いますけど、外遊の遊の字と違いますけど、国内の憂いはいっぱいあるんですが、いやいや本当にねえ、もうちょっと何とかしてくださいという話なんですが、さあ国内の話です。まず内閣改造でございますね。で、まあ大体内閣改造の時に、留任の方から先にあの出てきます。新人が入ってくるのは、まあ、ギリギリに伝えられて、各所調整の上派閥の意向も受けてなんていうようなことになりますので、先にこの人が留任するっていうことから出てくるのが内閣改造のニュースなわけでありますね。でまず出てきたのが党人事の方ですけれども、麻生副総裁を留任させるという話でしたよね。で茂木幹事長も留任ということでありました。で今日のもう朝刊はございませんが、朝のニュース段階で出ているのは西村経済産業大臣、まあ、この人もまあいろいろ言われてまして、しかしまあ言うても自民党の次の総裁候補、総理候補の一人ではあると、玄人筋には言われております。まあ、地元明石とか淡路島には西村さんのポスターが結構ね出ておりますけれども、まあ、いろんな評価はありますが、この人留任だそうです。でそして高市早苗さん、セキュリティの問題についてもう内閣改造で、最後っぺのように機関銃のようにまくし立てていったというお話でありましたけれども、しかしその高市さん、留任だそうです。まあ、というのも、まあ、結局ここでだからほんまに内閣改造してもどう考えても来月ですよ。来月解散すんのに今13日であの内閣改造するっていうのは、まあ、もちろん天皇陛下の国事行為としてですね、日本の象徴としてこういう大臣になりましたんでって言ったら、あの皇居に呼んで認証状を渡したげなあかんのですけどね、天皇陛下も忙しいと思いますんで、もうそんな手間かけさせたら飽きませんって、そんな、いやだってもう 9月の13日にね認証したのにもう10月で、まあ、それで自民党の政権がひっくり返りは別ですけどね、ひっくり返るタイミングで解散総選挙するはずはないので、国民をなめて雨なめさせて、雨ばらまいて、もうあの成田さんの豆まきみたいなもんですよ。雨ちゃんをあのもう吉本新喜劇のスッチーですよ、もう雨ばー投げてみんなその雨をいやー私言うて取って、ほんでそんなお祭り騒ぎの中で解散させるっていうことでしょ。でもう一人、
この記事でいきますと、河野さん、もうやりたい放題やってます。確かに突破力はあります、突破力はありますが、もうその突破する方向がむちゃくちゃなのと、突破した後片付けをしないというですね、コロナについては私は運び屋ですと、今問題が起きている、あなたが決断し、あなたが PR したことに対して様々な問題が出ていることについては所管外ですで逃げていくという、多分河野さんを総理大臣にして、戦争開戦となって、日本が空爆をされ、ミサイルを撃ち込まれ、多くの自衛隊員だけではなくって一般の人たちも殺されていって、総理大臣で亡くなった途端に所管外ですからと言って逃げていくわけですね。やっぱり人間の性根っていうのは本当に変わるところと変わらんところがあってですね、もうある程度の年になったらやっぱり変わりませんわ。河野太郎っていうのはそういう人でしょう。で、やる政策についても、中国人に対することであったりとか、別にそれはそれぞれの考え方があっていいんですけどね、本来自民党の支持する人たちからしたら受け入れられないようなことをやろうとしてたりはしますよね。そんな河野さんですが、マイナンバーの問題も今担当しておりまして、で留任だそうですいやだから内閣の骨格は残しつつ清廉さを出し、そして女性を最低3人は入れみたいなことをするんでしょう。もう手の内は読めています。もうこんな銀行レースはないでしょうねっていうような、誰が入るかまではよう言いませんけど、そんな固い G1 でもないですかね、一応重賞にして G3 ぐらいですかね、そんな内閣改造になるようでありますというか、みんなタキシードじゃないわ、レースをして出てくるんでしょうけど、全然精神差はないですよね今の話を聞いていると、で、さらに G20 に出席しておりました岸田総理大臣、解散を前に人気取りをしようというので、内閣改造後速やかに物価高から国民を守る総合経済対策を打ち出すというふうに言っております。もう何ですかね、どんだけ前から16ヶ月間実質賃金が下がっておりですよ。こんだけ物価高にみんなあえいで、そして経営方針が間違ってたんだとは思いますが、学校給食をやってたところが会社が破綻して子供が給食も食べられへんようになってしまっているというこの今の日本ですよ、子供食堂をボランティアでみんなが頑張ってやってはんのは尊いことですけど、本来それは国が自治体がやるべきことであってですね、そんなとこ行って頑張ってありますねって言ってる場合じゃないでしょう岸田君っていうことなんですが、補正予算をこれから組んでいくと、8月31日に来年度予算の概算要求は出て、ここから予算の審議は進んでいくんですけれど、進んでいくというか手続きは進んでいくんですけれど、その前に補正予算、でもこんなんね、本来補正予算が毎年っていうのもおかしな話でありまして、そこちゃんと考えとけよっていう話なんですけど、毎年行われている補正予算の審議というところが、国民のために、国民の生活を守るために我々は頑張ってるんだということを言うための一つの小道具にされるということですね。ガソリン代も高いしね。
ただまあそのある記事に出てたんですけど、まあ、本来二重課税されているガソリンの値段の問題ですけどね、本体価格は半分ちょっとぐらいで、あと税金がいくつも乗っていて、さらにそこに消費税が乗っているというこの問題、ガソリン税の上乗せ分をやめればいいじゃないかと、20何円分あるから。でまあ今別の形でその税金は残しつつ、補助を延長して値段を下げようとしていると、まあ、175円は僕は高いと思いますけど、これ結局補助金を出して値段を下げても、ガソリン税の上乗せ分を外して値段を下げても、その国民の負担が減った分は何に向くかって言ったら、苦しい生活の中で、こう食費を出していくとかっていうところの、その需要と供給でいうと、負担が減る分需要が増えてしまうので、経済学でいうと需要が増えるということは物価を押し上げる要因になるということなので、物価対策としてそこにお金をぶち込めばぶち込むほど実は物価を上げてしまうっていう、まあ、そういうそのマクロ経済的なところはあるのだと、まあまあそういう記事もあって、まあそりゃそうなんですけど、そりゃそうなんですけど、じゃあどうしたらいいのっていうことで言うと、まあやっぱり物の値段は下げてもらうのと、あと、生産性を上げていく。生産性を上げるのは、コストを削減してとか、人間を機械のように使ってとかっていうことじゃなくって、バサッと機械に切り替えられる、コンピューターに切り替えられることは切り替え、効率を上げ、そしてもう一つは付加価値を上げるということですね。なぜイタリアの人たちがあれだけ日本人から見て怠けているのに、フランス人が昼間からワイン飲みながら時間あたりの付加価値が彼らの方が高いのかということですよね。日本人が一生懸命コツコツと細かいことも厭わずに頑張って正確にやっていることの経済的な評価よりも、プラプラ遊んでるように見えるデザイナーがデザインしたものの方が100倍も1000倍も高く売れているっていう、そこと競争をしているんだという、そういうところですかね。また今飛行機が飛んでいっております。 YouTube 聞いてます、頑張ってください。ありがとうございますありがとうございます。今女の人が、今映ってたと思います、女の人がここを僕に向かって走ってきたんで、今別に命の危険は感じませんでしたがありがとうございます。うわ、めっちゃ冷たい、サントリーの、はい、アルプスのアルプスじゃない、奥大山でした、はい、汚染処理水ではなく、はい、処理水きれいなミネラルウォーターをいただきましたので、では頂戴いたします。あー、びっくりした。面白いですね、どこでやっててもご覧して、まあまあここは家の近所ですけど、いやー、なんか日本全国なんかもうズームインしてるみたいな感じですね。ありがとうございます。さて、で、その物価高から国民を守る総合経済対策は一つの茶番といたしまして、アエラドットでございます。どんな記事が出ておりますか。私が毎朝ルーチンとなっております木原誠二で、検索をするというので出てまいった記事でございます。こう書いてるんですね。岸田政権は世論への対応がうまい、まあ、一応クエスチョンマークになってます。
内閣改造から木原各氏の解散総選挙へ踏み切る可能性もと書いてありまして、まあ、木原各氏なのか、そうですね、統一教会解散請求一応したよ解散なのか、まあ、どっちにしましても自分たちに都合のいいように改ざんするのはそれはまあ権力を持つ側の特権ですから、まあ、それは仕方がないんですけど、岸田政権は世論への対応がうまいクエスチョンマークって書いてるんですね。でまあ僕がずっと言っているように、もうこれは木原さんは隠し続けるしかないんですよ。それは記者会見させたらあかんのですね。記者会見をしてしまうことによってビッグモーターは潰れていこうとしていますし、ジャニーズ事務所は解体されようとしていますし、損保ジャパンの社長は辞めざるを得ないわけでありまして、まあ統一教会の、記者会見の使い方はうまいですけどね、自分たちの主張を、まあ、少なくとも世間は納得しなくても信者向けにミヤネ屋見ときやって言って、ここでこんなに教団は頑張ってるからなって見せるという意味で統一教会は上手だと思います。つまり統一教会と自民党はそういう意味でズブズブの関係でもありますが、世論への対応がうまいということですね。それを有権者であるタックスペイヤーである我々がどう受け止めるのかっていう、最終的には自分たちに返ってくる話なんですけど、非常にうまいと、外遊中の岸田総理、11日に帰国するとすぐさま内閣改造と自民党役員人事に着手し、13日が濃厚、麻生副総裁、茂木幹事長留任内定ニュース、まあそこにプラス先ほども言いました決まってますね、適材適所ということでありますが、今回の人事の最大の焦点、それが木原誠二官房副長官の処遇であるとアエラドットは書いております。岸田総理の右腕で影の総理とも呼ばれ、岸田政権の要でもある木原さん、そんなにすごい人なんですかね、ほんまにそんなにすごい人なんでしょうか。もうそんなにすごい人でこの人に任せてたら、ほんまにええんやったら、ほんまにええんやったらですよ、本当に木原さんに任せてていいんやったらっていうことに納得させてくれるんやったら、もうあの外交官特権のようなものを与えましょうかね。ディバンの中にも出てまいりますがね、外交官であれば相手の国の中で何をやったって不逮捕特権がありますから、まあ、もちろん好ましくない外交官とされたら48時間以内に退去しないといけませんけど、木原さんがもし本当に木原さんに任しといたら日本が10年50年100年安泰になるのならば、もうあの木原総理で影の総理なんて言わずに木原総理でいいんじゃないですか。でも全ての権限を与えましょうか。そんなにすごい人なんかな。まあ一人で少子化対策をいっぱいしてくれはりますけどね、種馬のようにね、木原印のお子さんをいっぱい作ってくれはるんだと思いますけれど、でまあ週刊文春のスクープのことについて書いてあります。まあ、安田種夫さんのご遺族、お父さんやお姉さん、あるいはそれに再捜査が進まない、打ち切られたということについて怒ってらっしゃる佐藤誠さんには申し訳ないんですが、私自身、まあ、その事件そのものというよりは、まあ、官邸そして警察幹部の権力を持っている人間のやりたい放題病の方が、まあ、私にとっては大きな問題なので、僕が、まあ、木原事件を取り上げているのはそういう意味合いですけれども、渦中の人物となった木原官房副長官の処遇はどうなるのかと、官邸関係者がこう打ち明けると書いてあります。内閣改造で木原氏は交代、党本部のポストでほとぼりを冷ましてから復活させるという話が流れていました。これを誰が言ったのか、まあ、周りが、まあ、常識的に考えてそうでしょうっていう話でしょうね。僕もそう思ってました。
さすがに留任なんてないでしょうと、まあ、無役なのかちょっと雑巾がけしとけ、ちょっととりあえずほとぼり冷めるまでっていうのはそれはまあありますわね。私もほとぼり冷めるまで東京へ行かされてた時期がありましたから、はい、ジャパンタイムズという英字新聞でほんの2月ほどですが記者として、やっておりましたんで、ほとぼりが冷めるということがどういうことなのかはよくわかりますけれども、しかし岸田さんは木原さんは外せないと決断したようですと。内閣官房副長官留任はほぼ決まりと書いてます。すごいですね。まあそりゃそうやね、アメリカも連れてってインドネシアもインドも連れて行ってるんですからね。しかもバラバラに乗ったらええのに、貨物室から入る手もあるのにないかないか、一緒にタラップ登っていくんですからね。アメリカや中国の首脳が集う G20 サミットに同行させるというのは留任前提。立憲民主党は先月週刊文春の報道をもとに木原氏の問題について警視庁からヒアリング、そしてその時木原さんにも出席を求めましたが、週刊文春を刑事告訴したという説明がなされたままで出てくることはありませんでした。立憲民主党の幹部、内閣改造後の10月にも開かれる見込みの臨時国会を見据え、それは留任となれば徹底的に疑惑を追及することになると、明らかに不審死であると、事件性ありだと、国会議員という立場から捜査に全面的に協力すべきであり、そこに圧力や妨害をかかれたと書かれていること、これはもう大きなスキャンダルであると、臨時国会最大のスキャンダルのポイントになるんだというふうに立憲民主党は言っていますが、さあどうなんでしょう、まあ、解散されてしまう、あるいはニュース的にはジャニーズ事務所の問題、そして秋元風力発電の問題、京都アニメーションの裁判が続くなど、ここには抜けてますが、統一教会の解散請求ということもあるわけですね。で、まあ、そうなってくると、まあ、僕の言っているその権力がいろんなことを好き勝手やれるっていうのはめちゃくちゃ大きな問題なんで、そのちょっとなんかご飯食べる領収書を落としてもらったとか、そういう好き勝手じゃなくって、この国のありようを決めていく上で警察庁、警察官僚、警察のトップが、好き勝手して捜査もできたり止めたりもできるとかですね、こんだけいろんな疑惑、まあそれはあくまで疑惑といえばあくまで疑惑ですけれど、それがある人をそのまま置いといて、前に出さないという決断をしたら、そのままマスコミも追いかけていかないんだという、こんな状況を許してたら、国防についても機密情報についてもセキュリティについてもですね、あるいは経済、まあ、それこそ少子化も全部こんな人らに任しとかれへんっていう大きな問題の根っこを木原事件は持ってるからということを言いたい。それで言うとジャニー喜多川の問題も大きいですけど、あくまでジャニー喜多川という変態の話、それを隠そうとした事務所とかの芸能界の話ですよね。秋元のことにしても、京アニの事件は悲しいことですけれど、そしてもっと社会的な青葉一人の話じゃなくって、福祉との関係とかっていう問題もありますけれど、でもまあそれはそれぞれの点の周囲の話であって、木原事件はもっともう全体を包括する問題だっていうことで僕は言い続けてるんですよ。もう本当にさすがに最近言われます、久保さんよう頑張ってるねと、よう飽きずにやってるねと言われます、ようネチネチそこまでやってますねって言われますが、私のネチっこい性格ももちろんありますけど、問題意識を分かってくださいよ。木原事件の持っていることの
一番大きなことは、権力者がその権力を欲しいままにして、何でもかんでも、要は白いものを黒と、違うわ、黒いものを白と言えば白になる、その白だろって言ってるって話なんですよね。どうして木原ばっかりこんなにやらなきゃならないんだと、何の確証もないだろうと一部で大きく報じられているが、警察も白と言ってるではないかと。いや、だから白って言えへんかったら警察が成り立てへんから、そう言ってるんでしょ。警察は警察で、別の意味で警察という組織を守るためには、自分たちがね、白を黒と言い、黒と白と言ってきたこれまでのことが全部バレてしまうから、つまりジャニーズ事務所がジャニー喜多川だけじゃなくって、他にもやったやつらいるんでしょとか、圧力かけたりとか、いろんなことをやってるはずですよ。お金の流れとかいろんなことを見てきたら、もうそれはもうそれだけで、週刊誌がもう広辞苑になるぐらい、の悪行の数々が出てくるはずですよ。そんなことが今の政権、あるいは、まあ、菅政権は短かったですけど、その前の安倍政権でいっぱい行われてきてたわけでしょう。今時森友だの桜を見る会だのって言ったらアホかって言われるかもしれません。世間はそんなもんでしょう。世間はアホですから。そうなんですよ、世間アホなんですよ。だから困るんですけど、なのでこんな人間をそのままするなんていう感覚の人がこの国のトップだなんて、もう本当におかん以外の何者でもないですよね。でそれをアイラドットは、残念なことながらですね、世論への対応がうまい？クエスチョンマークって書いてるんですよ。だから そんなことで騙されたらあかんっていうことを書くのが朝日新聞でしょ。いやさすがにうまいですね。いや岸田さん、自民党うまいですね。うまく木原さん隠しましたねって言うて、自分らも木原記者も木原のことは聞いてないわけじゃないですか。おい木原の木原は鬼原、おいお前一緒におんねやったら帰りの飛行機で聞けよ。木原乗っとんねんから、ほんまにすごいっすねって言ってる場合じゃないでしょと思うのですけどね。あと中国新聞の話ですけれど、これもみんな追いかけないですね。1億5000万党からもらったのとは別の6700万があると。これもなぜ追いかけないのかよくわからない。で、ジャニーさんのことにしてもなぜ追いかけないのかっていうのがわからないんですけど、まあ今ジャニーズの記者会見を受けてですね、ポツポツみんな反省の弁を述べております。まあ、やっぱここはね、ある意味任というものがあって、安住さんなんかは何やってもええもんなんで、安住さんが、まあ、視聴率のために、やっちゃったんでしょうねと、すいませんでしたと、ちょっと泣き顔で謝られるとみんな、そうだねと思っちゃうんでしょうね。これは聞かないでくださいねって言われたことを聞かなかったんですよって安住さんが、まあ、誠実な人だと思うんですけど、誠実そうな顔で言い張ったら、そうだねと思ってみんな納得しているんでしょうが、本来納得したらあかん話でありまして、まあ、宮根さんなんかは顔つきとか、まあ、隠し子を追ったことを隠してるから隠し子か、離婚したことも自分のことは黙ってるっていうような油ぎっしゅな人ですから、まあ、ちょっとまた受け方は違うんでしょうけど、まあ、みんなここまでやったら言うてええやろなっていうところで反省してありますね。でそのここまでやったら言ってええやろなっていうところが問題だったわけでありまして今みんな今ジャニーズの問題について反省したふりしてます、まあ、ジャニーズ事務所が反省したふりしてますし、それを報じてきた報じてこなかったメディアも反省してるんですけど、
そこに私が感じるのは、ここまでやったら言ってええやろなっていう話ですね。でこっから先は言ったらあかんやろなっていうことを言ってこえへんかったかところが問題なんでしょ。だからそのここまでっていうその損得感情、まあ、損得感情だったって、まあ、それこそ、安住さんが認めてはりますけれど、善悪じゃなくって損得感情でやってきましたっていうところが問題だったわけですよね。でしょ。でそこに今も損得感情でここは謝っといた方が得やなと思うから謝ってるんじゃないですか。それ感じますよね。それ感じますよね。完全にね、この人はやっぱりまあ、それはさ、世の中そんなもんやっちゃそんなもんなんですけど、損得感情で動いてんねんなっていうことがバレて、まあさ、生きるってそういうことなんでしょうけども、やっぱり守らなあかんね、善悪っていうのがありますわな。で東山紀之新社長でございます。日刊現代デジタルが配信をしている記事で、まあ、ジャニー喜多川にはもう今から聞くことはできません、うん、でまあ、副社長であった白波瀬からは聞くことできるんでしょうけど、まあ、彼は絶対言わないでしょうね。東山紀之さんは、まあ、新社長として今後も、まあ、この問題に向き合っていかざるを得ない、まあ、その立場を自分で、依頼はされて、まあ、認めたわけですからさ、仕方がないと思うんですけど、まあ、この人が自分のやったことについて、まあ、それは若気の至りも誰になってあるでしょうが、ジャニーさんについて行って、メリーさんについて行って美味しい目をしていた人なわけですよ、ね、でまあその今当事者の会とかになってる人らはその道に進めなかった人で、そのやっかみ的な部分を言われたりもするし、まあそれはあるんでしょうけど、ジャニーズ事務所の本線中の本線の中にいた東山さんが、藤島ジュリー前社長が 100% の株を持ったままの中で、それは何も多分できへんやろなって思うのがこの記事でございます。筆者がと記者が書いております。初めて取材現場で東山さんと会ったのは30年ぐらい前、大河ドラマ琉球の風で26歳にして主演を務めたその頃だったのだそうです。妹沢貞夫さんという方ですね、芸能ジャーナリスト、まあ、芸能ジャーナリストはあの最近のその番組を担当している人と違って、何十年にもたってジャーナリストと芸能ジャーナリストとしてジャニーズ事務所に向き合ってましたので、より深く反省したふりをしないといかん立場で大変だと思います。芸能リポーターの皆さんが噂は聞いてましたとか、まあ、そんなことをね、週末のワイドショーでも言ってはりました。中西正夫さんは、まあ、多分僕は彼は本当に真面目な人間だと思ってるんで、あの表面的に出てくる面白さとは別に真面目だと思ってるんで、あのこの問題について自分の立場で何を言っとかなあかんのかということを一生懸命今書いてますけどね、何本も。この妹沢さんという方、30年ぐらい前に会いました。めっちゃ勢いがあって、でも当時舞台で共演した急接近した超人気女優と同棲状態にあり、芸能関係者の間では東山さんが真剣に結婚を考えているらしいと囁かれました。この妹沢記者、東山さんと A さん、これ書いてないんですね。いや、みんな知ってるんですけど、みんな知ってるんですよ。このだって9年間も同棲してたんでしょ。はい、知ってるんですけど、ここも書いてないんですけどね、なんでなんかな。牧瀬里穂さんですね。あ、言っちゃった。言っちゃいました。まあ、メリーさんはじめいろんな人と沖縄を流した東山さんでありますが、牧瀬里穂さんとは9年にもわたって付き合ってて同棲してたと、言われています。知らんけど。
東山紀之さんと牧瀬里穂さんがだと思いますよ、だと思います。牧瀬里穂さん A さんとが麻布十番で食事をしました。そんな麻布十番とかそんな分かりやすいところでデートせんとってくださいよ。見た方が困るじゃないですか。そんな分かりやすい、まあ、フレンチかイタリアンか知りませんけど、ピザ食べたんかなんなのか、そんな麻布十番でですよ、東山紀之と牧瀬里穂が食事されたら、個室やったとしても個室から出てきますやんか。そんな見たら困りますよね。どうしたらええねんと思って、店を出た直後に直撃しました。 A さんとの結婚は本当ですかとこの人聞いたそうです。若気の至りですね。いいですね、いいですね。はい、少し動揺した様子を見せた東山さん、 A さん、牧瀬里穂さんを店に戻しまして、筆者にこの芸能ジャーナリストにこう言い放ったそうです。東山紀之さん、オタクどこの会社、写真撮ったって絶対記事にはならないからね。ファンやテレビで見せるアイドルから豹変したカメラマンや筆者を見る目つき、傲慢な口ぶりに全身の血が逆流したような感覚に陥ったことを昨日のように記憶しているんだそうです。なるほど。そら、はい、コモさんだって、コモさんだって、はい、今ここでニコニコとこんな笑顔で今日もあなたと朝刊チェック。はい、終わった。はい、はい、何、今日何時から打ち合わせ、え、11時間に合うの、うん、あ、コマーシャルまだ行ってませんでしたね。はい、それではまた明日です。また明日、いんじゃん。はい、あ、ほんで何、ね、切符は用意してんのっていう風に言ってるかもしれないですね。はい、人には二面性があってそういうもんかもしれません。そんなタリーのついてる時の笑顔でずっと寝たり起きたりしてるわけではさあないでしょう。それはね、だとは思いますけれども、めっちゃ眼光鋭く言ったそうでございます。どの社、どのオタク、オタクですよ、オタク、オタク、どの社、写真撮ったって絶対記事にはならないからね。彼の言葉を噛み砕けばと優しく今澤さん書いてくださっています。ジャニーズ事務所の力でこんな直撃取材なんて簡単にひねりつぶすことができるんだよ。あなただって知っているでしょ。はい、もう一回言います。オタクどこの社、写真撮ったって絶対に記事はならないからね。ジャニーズ事務所の力でこんな直撃取材なんて簡単にひねりつぶすことができるんだよ。あなただって知っているでしょ。というわけだ。その後メリー北川さんの鶴の一声、その女優との交際はお遊びにしておきなさい。その女優というのは、まあ、A さん、牧瀬里穂さん、知らんけどですね、2人は8年にも及ぶ同棲生活を解消したと言われている。そして少年隊錦織さん、植草さん、デビューした時は給料も横並び、1985年12月ということは、コモさんがちょうど毎日放送に入ったその年の12月ですね。阪神タイガースが優勝し日本一になったその直後にデビューしました少年隊。給料横並びでしたが、しばらくすると大きな差がつきました。なんと桁が一つ違ったそうです。すごいですね。桁が一つ違う。まあアイドルが稼いでる割に給料低いっていう話はよく聞きます。そんなんで月給5万やったって、10万やったって、まあ、もしですよ。もし10万やったとしても10倍違うということは100万。50万やったとして月給500万。少年隊として一緒に出てるんですが、そんなに差がありました。錦織さん、植草さん、さすがに言ったそうです。なんとかしてください、なんで一桁違うんですか。そうですね、河合安里だと1億5000万、
そうでないおっさんだと1500万、これが自民党です。ジャニーズ事務所は10倍違ったそうです。メリーさん、東は特別だからとさらっと言いました。3年前2人が事務所を去る時も彼らを守ろうとしなかった東山さんだとこう、まあ書いております。そして社長就任前、日曜日、先週の日曜日でしたね、朝コメントは控えさせていただきますというふうに言って、そのまま消えてしまいました。そんな東山さんの性根が変わって、ジャニーズ事務所の問題を本当に、まあ、名前変更とかっていうことも含めてやれるはずはないだろうなと。でもここまでは言ってないですよね。ここまでこの記事を宮根さんが紹介することはないでしょう。そして安住さんが紹介することはないでしょう。たとえ日曜天国であったとしてもですよ。つまりこれ以上言ったらあかんなっていうことがあったから、その基準が高かったからジャニーさんの性加害についてはみんな言わなかったし、今回の記者会見でだいぶハードルは下がったけど、結局マスコミはこれ以上言ったらあかん、横並び見てここまでやったらええかな、ちょっとつくしの頭のところぐらいちょっとだけ先っちょだけいいよねって言って、先っちょだけちょっとだけ出るぐらいのところまでしか言わないっていう、この本質が変わってない中で、何がジャニーズ事務所の反省でマスコミの反省やというふうに思うコモさんでございました。こんなとこですかね。あ、もう8時回ってますね。そろそろ会社に行かないといけませんので、青空も出てまいりました。はい、今日は異常閣孫文記念館の横にございます、横にございますというか、こっちがメインですね。はい、明石海峡大橋にの公園のところにございます孫文記念館の横、うちからバスで、ちょっとのところでございます。今日は舞子の駅から会社へ行こうと思いますんで、会社へ行く前に、まあ、天禄へ寄ってからでもよかったんですが、まあ、珍しいことですので、お天気も回復してまいりましたので、明石海峡大橋からお届けをいたしました。今日もご清聴ありがとうございました。最後にポチッと高評価を忘れずにお願いいたします。現在341億いいねしかございません。1000人以上の方にご覧いただいておりますので、忘れずにお願いいたします。ではまた明日インジャンをしてお別れすることにいたしましょう。今週もどうぞよろしくお願いいたします。参ります。また明日インジャンチョキ。はい、お水くださったランナーの女性の方、ありがとうございました。では皆さん、良い一日になりますように。いってらっしゃい。